優しいあの子ね、今夜はね、スピッツの優しいあの子の答えます。ダズドラの主題歌。重い扉を押し開けたら、暗い道が続いてって、めげずに歩いたその先に、知らなかった世界。氷を切らす風すら、味方にもできるんだな。切り取られることない、丸い大空の色。優しいあの子にも教えたい。口にするたびに泣けるほど憧れて砕かれて、消えかけた詩を胸に抱き、たどり着いた答え。Once more.重い扉を押し開けたら、暗い道が続いてって、めげずに歩いたその先に、知らなかった世界。氷を切らす風すら、味方にもできるんだな。切り取られることのない、丸い大空の色を、優しいあの子にも教えたい。口にするたびに泣けるほど憧れて砕かれて、消えかけた詩を胸に抱き、たどり着いた答え。はい、こんばんは。今夜はね、スピッツのね、優しいあの子ね、連続テレビ小説夏空の主題歌を歌いました。2019年4月の29日月曜日、連休2日目ね。昔の天皇誕生日ね、休みなんでね、今日はまあ、来たね、こんな感じで。まあ、まだね、まあ、9時からできたね、よかった。ね、ね、今日なんだよ、この歌いいね、気に入っちゃったね、最近ね、この歌ね。どうもね、はい、どうも。はい、今夜も、夏空の、主題歌歌いました。さて、今日も YouTube ライブやろうか。で、うちはね、うちの、自治会のさ、総会があったんで、それで行ってきて、で、墓参り行ってきました。で、明日、キャンプに行こうと思います。楽しみだ。久々テント泊だけどね。天気いっぱいだけどね。まあ、願って。雨降らないで願ってこいちょうね。じゃあ、今日も YouTube ライブ。行きましょうか。ね、明日は天気。すごい悪いみたいだもん。全国的に悪いみたいだもんね。本当になっちゃったな、本当な。明日以降は生存確認。ああ、電卓したいよ。ほんと最近電卓してねえからな。この間しが、昨日だし、昨日は死骸とだね。その前は？まあ、いつもでやし、その前はあれ。4月の頭はあれ。四男五役だったからな。ああ、なんか電卓したい。ほんと電卓。いや、まだ、なおさら悪いもん、雨だったら逃げないしな。洗濯したいよ、久々。4月の29日。なんだっけ、元の天皇誕生日。今、なんだっけ、この日って。この日はちょっとカレンダー近づく。4月29日。今日は月曜日。何でしたっけ、今日は月曜日。月曜日で、祝日だったなんだけど、今日なんだっけ、カレンダー近づいて。
昭和の詩か。昭和の詩なんだね。昭和の詩。昭和の詩になったんだ。昭和の詩。昔緑の詩って言ったんだよな。昭和の詩。じゃあ行こうか。好きです、好きです、心から愛していますよと甘い言葉の裏には一人暮らしの寂しさがあった。寂しさゆえに愛が芽生え、お互いを知って愛が終わる。別れは涙で飾るもの、笑えばなおさら右目になるでしょう。こんなに好きにさせといて、勝手に好きになったはないでしょう。逆恨みするわけじゃないけど、本当にあなたはひどい人だわ。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよ。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。タバコを吸うなとか、酒を飲むなとか、私の勝手じゃないの。好きでもないくせに好きなふりをするのはよしてほしいわ。悔しいけれど惚れたのはどうやら私の方だったみたい。別れの舞台はどこでなどとおどけてみせるのもこれで最後ね。さよならさよなら、心通わぬ恋などさようなら。こらえきれない涙よ、できることなら笑いとなれ。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよ。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよ。いつまで去っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。 Once more。 好きです、好きです、心から愛していますよと甘い言葉の裏には一人暮らしの寂しさがあった。寂しさゆえに愛が芽生え、お互いを知って愛が終わる。別れは涙で飾るもの、笑えばなおさら右目になるでしょう。こんなに好きにさせといて、勝手に好きになったないでしょう。逆恨みするわけじゃないけど、本当にあなたはひどい人だわ。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよ。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。タバコを吸うなとか、酒を飲むなとか、私の勝手じゃないの。好きでもないくせに好きなふりをするのはよしてほしいわ。悔しいけれど惚れたのはどうやら私の方だったみたい。別れの舞台はどこでなどとおどけてみせるのもこれで最後ね。さよならさよなら、心通わぬ恋などさようなら。こらえきれない涙よ、できることなら笑いとなれ。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよ。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよ。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。はい、こんばんは。今夜はね、剛の純恋歌を歌いました。2019年
4月の29日月曜日、昭和の死の生存確認ね。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。じゃあ連休2日目ってことでね、休みだったんで、まあこの期間でいきます。はい、こんばんはね。今日は14連休を歌いましたね。で、今日はね、のんびりこっちに来てね、明日からキャンプに行こうと思った。明日ね、昨日は日帰りとったんで、明日からね2、3日キャンプに行けたらなと思ってますんで、天候、雨降んなくて祈ろう。はい、こんばんはね。今夜早くできるから。どうも、まゆちゃんどうもね。白石さんどうもね。はい、山さんどうもね。大川さんどうも。ね。ケントクさんどうもね。ケイコさんどうもね。ケントクさんどうもね。ジローさんどうもね。ありがとうね。まゆちゃんどうもね。今日はね、ヤオコ行ったんだよね。どうもね。はい、ジローさんどうもありがとうね。いいからこの辺で。ありがとうね。ヤオコからお帰りなさいね、今日は。ヤオコ。ヤオコ行ってきたんだね、今日はね。うん。あ、どうもね。さて、今日のお夜食行くわ、今日のお夜食。今日はね、炊き込みご飯やろうか。もう1合のお米はね、水に浸かってるんで、それに、鮭のアラがね、ちょっと身のアラ、これがあったんでね、休みのがね。これかな ?400 円ぐらい半額、これ。これをね、今、ご飯と一緒に炊き込んで、炊き込みご飯をしようか。もうお米は使ってるんで。こういうのお夜食、この鮭のアラかな、結構身があるやつね、これ。これ一緒に炊き込んでやります。じゃあちょっと、じゃあつけてくるんで、これね。今日はこれね。今日は炊き込みご飯。鮭の炊き込み、じゃあちょっと入れて。炊飯器、炊飯器入れよう。スイッチオン。スイッチオンした。炊けるまでね、炊けるまで時間あるんで一杯飲もうか。炊けるまで時間があるのでハイボールいきます。宝のハイボールね。ね、このレモン今夜これだ。炊けるまで行くの、どうも。どうか天候良かった、天候してね。つまみはね、つまみもよくマートで買ってきた、あれ。カツオだ。カツオのたたきだ。安かった。半額だった。カツオのたたき。太平洋さん。太平洋さん。ヤオコはね、ヨークマート早い時間はね、から夜のもう7時ぐらいで半額なんだよね、あそこね。で10時閉店だからさ、で9時ぐらいになると 70% 引き、超半額だった。カツオのたたき行こうか。今夜はカツオのたたきです。今夜はね、早くしますか、今日カツオのたたき。じゃあいつも通り小皿にとって、カツオはさ、タレついてるからね、このままいけるんだよね、たたきはさ、うん。じゃあ皿に盛ってタレかけて、今夜はカツオのたたきだ。見えかな。いいね、カツオは。手頃でいいやね。普通でも安いの、これ半額だったからね。こんな感じ、カツオのたたき。まあちょうどいいや、一人分のつまむ程度はね。これに天ぷのタレかけて、いこうか。じゃあこんだけ、じゃあこんな感じで。はい、いただきます。今日はカツオのたたきで、ハイボール。はい、乾杯しましょうね。どうもね。今日はビッグエーで買って安かった。ビッグバーグではこれ、税込みですごい安いんだよ、これね。140円だからね、ビッグエーは。はい、乾杯。あ、明日キャンプ行くの楽しみだ、テント泊。ああ、うまいね。よく動画見てるとさ、あれ、遠野岳とか登るのにさ、矢別峠から、三の峠とか登るのに、矢別峠から登ってる人いるんだけどさ、大変だよね、矢別峠って考えたら。本数少ねえんだもん、だから僕行かないよ。いつも大倉から登ってます。ね、渋沢から大倉までバス乗ってね。
ヤピス峠、秦野からバスなんだけどさ、あのバスはほんと少ねえんだもんな。だから。じゃあ乾杯。今日カツオのさばきがいいね。ハイボール。よく回ったら結構ちゃいいよ、これ。よく回ると。ちゃんとあそこが宝のこれね。いいよ、そんな覚悟、ケントクさん、それも覚悟の上だから大丈夫よ、気にしないで。何もかも覚悟の上でやってますんで、好きなこと書いてる、コメント、この YouTube のコメント欄にいろいろ書く人いるけど、そんなもん、覚悟の上なんで僕は全部受け入れて、いい感じに流してますんでね、大丈夫よ、気にしないでいかんで、山もありがとうね、うん。その辺はね、全部覚悟の上でやってますんで僕は。そんなもん、覚悟できなかったらこんな10年以上やってらんないでしょ、動画アップなんか。何にもかも覚悟の上なんで、いいお互い様だからさ、みんなね。好きにどうぞ。うん。ね。わかったよ。ケントクさんわかりました？僕はそんな人間です。僕はそういうことしないから、ブロックとか削除したりとかしませんからね。大丈夫よ。うん。うん。うん。尊重そこらの。まあ、これ言ったらまた怒られちゃうから、まあ、ね、とは違いますね。カツオ、この通りよ、これ。見て、映ってんじゃん、カツオ。今日カツオの叩きよ。わかった？ヤマン。これカツオと今日カツオの叩きをつまみながら。映ってんじゃないか。今日久々テレビ見た、久々。この部屋の映像見ないけど、休みだったから。朝8時のドラマね。あれ、夏ドラってさ、あれ。オープニングタイトルがあれみたいね、あれ、全部見たことじゃない、あれ、なんだっけ、MX でやってた、あれ、ゆるちゃんだっけ、ゆるちゃん似てるよね、少し、そのままの、あれ、夏ドラの、あれ、オープニングタイトル画面、ね、4文字でね、いつももゆるちゃんだみたいだなって、まだ全然違うけどさ。うん。うん。うん、まあ。ああ、キャンプ行きたいな。キャンプ行きたい。天気どうかな、本当、天気が心配だ。どこ行こうかな、ね、でも僕の予定は当初31日ぐらい。30日、1日、2日、3日ぐらいかな。まあ、まあ、31日か1、2、3ぐらいか。30日雨ひどいようだったら諦めて1、2、3にするけどね。あ、金熊は知ってる。なんか電話あったよ、僕のとこ前に。ふわきでやってるって金熊って。なんか電話あった。で、僕、ふわっきなんか登録すらしてねえからさ、あんなもん。何もしてねえから、わかんねえけど。うん。電話番号、僕のスマホ見れば入ってると思う。金子マンとかって。うん。電話もらったことあるんで。まあ、ね、ローカルで、だから、ね、本配信の載せてないけどね。金子マンさんから電話があったよ。僕なんか誰かが言ったみたいでね。うん。わかった？金子マンしてますよ、白石さん。知ってるで、電話で話したもんね、ちょっとさ、そう。白石さん書いてるようにね、しつつ、だって僕電話で、金熊さんが電話かかってきて、電話で話してっからね、携帯番号も交換してっからね、うん。だから今スマホで配信とか見れないけどさ、あれ、見たら、電話帳に入ってると思う、金熊って。でも、ふわっき登録してねえからさ、僕は何もできないけどね、もう。そう、手出さない。カツオだけでうまいね、カツオは。手頃でいいやな。残念、今年ね、山崎のパン祭りのパンね、お皿2枚ぐらいかもしんないね、やっぱ。
3枚がないや、62ぐらいかな今溜まってんのね、だから3枚で75、そこまでいかない、あと2日しかないから今日と明日だもんね、いかないね、半端なくてしょうがない、諦めよう、今日買わなかった山崎パンね、ヨークマート行ったらね、全然甘いパンしか売ってねえんだもん、あれ甘ったるいパン、ロールケーキとかさ、菓子パン系ね、もう惣菜系、あれ山崎パンで好きなのはさ、カレーパンとかさ、あれ丸ごとソーセージとかさ、あれあんじゃん、ああいうのコロッケ入ったとかメンチかさ、ああいった惣菜系のパンが好きで買ってんだけどね、あれなかったんで今日買わなかったからな、やっぱミニチャンじゃない、いつも飽きくないもんね、あれね、あの系統ね、丸ごとソーセージとか、あれメンチカツがコロッケ入ったあのでかいパン、あれ秋系はさね、けど惣菜パンの方が人気なんだよね、きっとね、余ったるいのは結構残ってるいつも、あんパンとかね、僕はあんま嫌いな、丸ごとソーセージなんか手頃でいいよね、あれね、ね、寝頃感あってモリルもあってあれあとね、あれ結構すぐ売れたんだからみんな好きみたいで、収益関係ないから僕はお金の収益、生存確認の一環なんでね、習慣だからね、なくなったらどっかでやる、まあ、YouTube でもし僕のがもう消されちゃったらさ、どうしようもないんでどっかでやると思うけどさ、まあ Facebook もあるし、ね、Twitter ライブもあるからさ、どっかでやる、その金も金じゃないから僕は、生存確認の一環に過ぎないんでさ、ね、金儲け考えるとこんなもん続かないからさね、達成感になっちゃってね、金じゃないから続くんですよね、かけてんだ、どうもね、かけようかどうでもいいですね、適当にいい感じだからね、今日チャーハンはないや、なんかいつもコラボしたいんだったらさ、アウトドア配信とかしてんだからさ、その場に来てくださいって、今度31日あたりキャンプしてんだから、よかったらキャンプ場に来ていいよって、見てればわかるじゃん場所ね、多分無料でキャンプ場であると思うんで、有料は無理かもしれないけどね、だから奥多摩がよく、もう奥多摩がないけどさ、七水市とかよくさ、もう七筋小屋まで上がってきてもいいじゃん。あれ、有料って500円だからさ、料金僕と会いたければさ、七筋小屋に泊まってる時会いに来てもいいじゃんね。そう思わない、よかった。七筋小屋だったらそんな大丈夫よ、あれ。標高1500ぐらいだからさ、あそこね。水もあるしね。冬場はちょっと水場まで行かないとならないけど、でも水場は近いから、七つ石のいいところ、水場も近いからね、いや、そこ。そう、達成感よ。達成感か。別になくたっていいじゃん。達成感味わっちゃったらすぐ終わりが近いからさ、ないから僕は続くんです、それが。もう達成感にも生存確認を大事にしたいです。日々生きてる。どうせいつか死ぬんだから、生存確認いつもしていたい。生きてる間は生存確認していたいです、僕は。そんな思いで今夜はこの歌、いきます、2曲目。そんな思いを込めて、いつも生存確認していたい。そんな勝彦さんの思いを込めて、今夜の2曲目はこの歌。鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯よ、たった一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ、長かろうと短かろうと我が人生に悔いはない、このように歌があればこそこらえた涙、幾度か親にもらった体一つで戦い続けた気持ちよさ、
右だろうと左だろうと我が人生に悔いはない。桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ。順で行こうぜ、家で愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろうとうつつだろうと我が人生に悔いはない。我が人生に悔いはない。はい、石原裕次郎さんの我が人生に悔いなしでした。ほんとこの歌、歌詞のとこ見るとさ、あれがいつもこの中かろうと右かかろうってとこがいつもあれね、男性器のね長さをいつも思い浮かべちゃう。ここね、そのままこれね、一番のとこね、うん、ここね、鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯を。たった一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ。長かろうと右かかろうとっていつもほんと男性器の下半身の長さ、ほんと皆さん多分結構そういう人多いと思うよ。僕そう、あと2番のここ、うん、右だろうと左だろうともさ男性器の向きいつも思い浮かべるのここでも、でもそう、あ、歌詞が合うからさ、そうなんだよねこれね、うん。このように歌があればこそこらえた涙幾たびか。親にもらった体一つで戦い続けた気持ちよさ。右だろうと左だろうとのここね、そう、この右と左ね、あれね、わかるよね、男ならね、あれ、右向き、左向き、それを思い浮かべちゃう。あ、どうも、こんばんは。はい。エンディング歌う、どうもありがとうね、山さんね、どうもね。うん。さっき僕、星野さんの動画でさ、星野さんがさ、これ、玉川のこれまさでさ、あれ使わせてバーベキューコンロでさ、やってたよね、あれ。で、ウインナー焼いてたじゃん、あれ。黒影のウィンナー、あれ見てたらさ、星野さんのさ、男性こう思い出しちゃったね。あんな感じかなとか思って。ああ、どうもね。どうもこんばんは。今日はハイボール飲む、そんな思い込んでハイボール飲んでます。ハイボールレモンね。ああ、うまい。明日予定では31日と2日と2泊3日でキャンプに行きます。だから天気が心配、ね、どうなるか妄想、まあそれなりの思いよ。それ妄想してないとさまさに田代まさしちゃんみたいに行動移しちゃうからさ、ダメよ、うん、妄想はがちい方がいいんですよね、行動移さないで、うん、田代まさしさんなんかすごいじゃん、あの人はね、バカみたいにさ、ミンにタコとか言ってさ、おまた触ろうとしたんだもん、女の人はさ。で、あの子に僕はしない。しない代わりに、思いを巡らすけどね。思う分にはいいんですよ。行動に移さない分はね。うん、僕はそうよ。行動に移さない代わりに、うん、いろんなことを思ってます。ある意味、こっちの方が絶対いいと思うんだもん、ほんと。田代まさしさんみたいにさ、行動に移しちゃってさ、おまた触ろうとしてさ、右にいたことか言ってたんだもんな、ちょっと前のね、それであの人も。僕はあの人たちなんで、行動力は一切ありません。思うだけです。行動力は一切ないんで、僕は。それが大事。行動力があったらさ、田代さんにはさ、あ、なんだっけ、あの人。ノックさんになっちゃうよね。あの人はこの行動力が勝っちゃったからね。僕行動力ないから。大丈夫よ。ミスって大丈夫。安心してください。ね。行動力一切ありませんからね。うん、思うだけです。でも可愛いね、今の女の子はさ、ほんと可愛い。今でも前からそうかもしれないけどさ。
47ぐらいになるとね、やっぱりほんと、どの子見ても可愛く思えちゃう。みんな可愛い子ばっか、ほんとね。でも見つからなくていいんです。ね。夢を膨らませてるから。夢を膨らこんばんは。あ、たまぎまさん、どうもね。今日はハイボールのレモン飲んでます。津波はね、これカツオのたたきだ。ね、カツオのたたき。あと3キロか。美味しいもん、これ。これは焼酎ベースだから嬉しい。今、ハイボールとかって、酎ハイってさ、ウォッカベースがあるんだよね。別にまずいとは思わないけどさ、ウォッカって僕も飲み慣れないからさ、あれね。なんか変な味するんだよね、ウォッカって。僕普段飲まないからさ。でもこれは焼酎ベースだからさ、はーい、おなじみの味って感じで飲みやすくていいんだよ、これ。ね、結構ね。あれもさ、なんだっけ、今、ストロングの酎ハイとかってあれ、ウォッカベースなんだよね、あれ。よく健二さんとか飲んでるやつね、あれね。あれ、ちょっとダメだった、飲んだことあるけど。なんか味が飲み慣れない味でね、あれ、ウォッカはね。普段からウォッカ飲まないからね、ダメだ、僕は。もう焼酎だからな。うん、でも、ウォッカの方が安いのかもしれないね、今。ほんと、安い酎ハイの作業で全部ウォッカ使ってんもあるね。安いのでみんなね。ウォッカばっか。でも安いんだ、ウォッカはな。で、僕、ウォッカ飲み慣れないんで。ああ、なんかね、飲めなくもねえけどさ、自分で買って飲もうと思わないね、ほんと、ウォッカはね、うん。飲み慣れないからな。多分、焼酎、これはね、宝のはね、まあ、宝っていう宝って、焼酎で作ってんで、それで気に入ってる、これ。いい感じだ。ああ、連休2日目だ。昨日は日帰り取ったんですけどね。昨日はまだこの時間、ああ、もう帰ってたから、昨日はな。うん。今日は朝帰ってきて、あれ。こんな感じ。まあ、昨日の、野球でのんびりね。うん。墓参り行ってきた。うん。墓参り行ってきましたよ。よかったよかった。ね。ちょうど平成も終わるしね、明日で、ね。ちょうどよかった。まあ、平成最後の墓参り。明日は行かないよ。今日行ってきたの、平成最後の墓参り。ねえ、おじいさん、おばあさん、お母さん、お父さんに感謝し、謝りながら。一杯っていうか、まだ一杯は、一杯以上飲んでるよ。一回じゃ、一缶だ。ねえ、わかった？言葉変よ、オカルトさん。まだ一本目だからね。一杯は、これ、今日はこのカップだからね。まだ一本目ってことね。もう一杯以上飲んでる、これ。この500の缶だからさ、一杯以上だから。分かった？その辺間違わないように。予定ではね、うん。城南銀馬公園か。予定ね、あその、城南銀馬公園か。城南銀馬ね、あそこね、あそこ。あと、なんだっけ、あそこ、もう一個、都立の、国立の、新木場の先の、あそこね、うん、か、あとね、どこだっけ予定で、あと、群馬のおなじみの綱吹か、富津公園か、巾着だか、まあ、どっかでキャンプやる、そんな、うん、どっかでやる、どっかでキャンプやると思う。31、2、3、どっかで、ね。うん。あ、見てればわかると思う。どっかでやると思う。天気が心配なんだよな。あれ、角渕キャンプ場だったらさ、あれ、昨日見てたニューのテント使うよ。角渕キャンプ場だったら。角渕以外だったら、まあ、今なんとか使ったことあるテント持ってくる。角渕以外だったら。うん。スノブキキャンプ場だったらお乳のテントね、初使用に持ってこようね。うん、まあ
雨が心配だから心配なんだよね、世の中。今日から行ってればね、明日行きに行くぐらいテントの中で過ごして、で今日はちょっとね、こっちに用があったからね。わあ、こんばんは、橋本さん、どうもね。今日はこれ、宝のこんなハイボール飲んでます。つまみなのはカツオのたたきですね、これで。いや、もう一本もどうよ、もう一本。はい。はい、いいかげん。テントワークしてないもんな、ね。ほんとテントワークしてないんだ、最近ね。4月の第。昨日、この間27はさ、仕事でしょ ?20 も仕事だったんだっけ、確かね。うん。なんと。テントワークしたくて、ほんとテントワーク。テントワーク大好き。雲取りさんに登ったのテントワークしたくて登ったからね、雲取りさん。ねえ、テントワーク。なおさら、奥多摩は天気悪いだろうな、東京だもんな、まだな。ああ、なんでだ、もうな、ほんと。4月の第一週はあれ、ね、雲取り行ったんだけどね、あれ、あの時は、ちょっとね、山小屋博だったからね、あの時はね、4月の第1週はね。でも今月は良かったね、何やかんや言って。2回奥多摩行けた、第1週目が雲取山で、昨日は、川の里山か、うん。奥多摩行けた、うん。天気が心配だな、ほんとね。天気嫌いだな、アウトドアはやっぱり、天気嫌い。はい、こんばんは、ね。じゃあ、2本目もとこやね、2本目。2本目もいいかな、2本。あ、こんばんは。小田さん、どうもね。今日はハイボールも1本こうやるのかな。じゃあ、2本目もとくんね、2本目。じゃあ、2本目もとくよ、2本目。はあ、まだ、いや、連休嬉しいね。まあ、やっぱ、明日も休みだもんな。のんびりできる。ああ、でも、令和、よく明けて、明日は令和最後なんだ。あれ、平成最後なんだね。平成最後。って言ってもな、昭和とか平成って、せいぜい31年だもんな。短いな、ほんとな。まあ、10代、20代の人は分かんないと思うけどさ、僕ぐらいね、40代、半ばも過ぎるとね、30年ちょっとつい最近だからね、ほんとね。だからそんな思うこともないって感じで、つい最近だから10代20代の人は分かんないと思うよ、ほんと分かんないと思うけど、当然ね、うん、こないだもん、ほんと僕ぐらいの年ね、うん、まえちゃんなんか分かるよね、まえちゃんとか玉井さんなんか分かると思うよね。平成なんかつい最近だからさ、そんな思うことねえよな。つい最近だもん、ほんとね。うん、でも、つい30歳、でも、ついですね。早いな、ほんとな。あ、今日 NHK 見てたらさ、あれ。そんだけでさ、平成もう終わるってことでさ、あれ。あれ、なんだっけ。夏ドラの後にさ、今日やってたの見たけど。うん、キャンプの時持ってくよ、もう。持ってビーパルライト。メディアやることないからさ、メディア、それ、そういうのしか、やることないの。ね、年末とか年始とかさ、そういうなんか、やろう、ネタに、いいネタなってやってるだけで、あんな。そう、寒そうなんだ。ありがとう、大川さん。わかんないや。令和はね、僕はね、うん。まあ、もうちょっと別に抱負はね、うん。生存確認していきたいで、これからもね。わかった。令和になってもね、
毎日生存確認やっていきたいなと思います。生きてる間生存確認ね、生存確認の一環だからさ、何もかも生存確認よ。僕はそう思うんだ。何もかも生存確認だと思います。そぼらでも言っても、もう新聞配達時代に言ってるんでね、わざわざ行かないし、できれば僕で可愛いことやりたいのは、可愛い女の子と、女の子とやりたい機会があればね、可愛い女の子とね、しゃぶってほしいですね。そう、ナイフもそう、みんなお互いさまよ、お前、そう、豚汁さんもね、みんなお互いさまよ、みんな。ね。みんなお互いさま。みんなお互いさま、わかんない人間がここなんだけどさ、まあ、うつ病じゃなんのかなと僕は思うよ。また言っちゃうけどね。また言っちゃった。それわかんない人間がね、お互い、うつ病だとかになると思うんだ、僕は。精神、いわゆる、精神障害かな、ね。うつとか言ってさ、水飲んでる人間。ね。なると思う。それわかんない人間。人はそういうのお互い様、それわかってください。そうなんだ。困ってんだ。まあ、しょうがないね。困るのは自由だからね。どうもね。じゃあ、2本目。2本目だね。2本目。じゃあ、2本目持ってくんね。そう、何もかも日本お互い様だからね。人間はそう。人間社会はお互い様で成り立ってますからね。そうでしょう、そう。人間社会はお互い様で成り立ってるわ。これ、ある意味これ名言かもしれない。人間社会はお互い様で成り立ってます。まあ、覚えておくといいよ、これ。じゃあ、2本目行こうか。そんな、僕の今好きなあの子。あの子。田中みな実ちゃん。あの子かわいいね。今日は月曜日。あの子は土曜日の夜で、ね、TBS ラジオやってんだ、あの子。まあ、録音だろうけど、かわいいなと思って来てる。田中みな実ちゃん。そう、お互い様だと思う。ギリギリがうるさいってことは、多分隣の人は自分のことをうるさいと思ってますよ。それ忘れないように。多分言われただけで。うるさいなぁ、多分その人もね、自分のことをうるさいと思ってると思うんで。そうね、やめようね。そうね、女の子と、かわいいもん、女の子。今の子かわいい、ほんとね。今の子っていうのかな。まあ、僕が40代になって、半ばになって、なると、みんな可愛く思えちゃう、ほんと。みんな可愛い。そうなんだね。そう、みんなそう。僕は寝てるだけなんですか。みんなそう言うわけ。みんな、僕は何とかしてるだけなんです。でも、それはしょうがないよ。だって、この社会で生きてるから、いろんな人間がいるからさ。だから、職場の昼休み見てますよ。可愛いな、あの子ね。あの子可愛い。柴田家のさ、女の子かわいいな、あれ。ナスと同い年の女の子かわいいな、あの子ね。こんなことも無駄に見てる。かわいいな、あの子ね。どうもね。じゃあ、2本目もどこが2本目。2本目もどこが2本目。今日はハイボール。やあ、乾杯。ハイボール、レモンです。ヒルス、あれ、同い年の子いいんじゃん、あれ。主人公の女の子と、あれ、柴田家のさ、子供でさ、あれ、女の子いるじゃん、あれ、同い年の女の子。あの子可愛いじゃん、ね。わかんないからね、名前、あの子。
一番下の子可愛いけどさ、あれ、その上のお姉さんも可愛いじゃん。女の子みんな可愛いよね。はい、乾杯。あれ、主題歌もあれいいよね、夏空の主題歌、スピットの。あれもいいね、あの歌もね。なかなかいいよ、あれ、今回のね。今回東京制作だけどさ、東京制作もさ、以前と比べると良くなったよね。もうさ、大丈夫、触んないから。思うだけなんで。触るのはね、まあ、田代正さんとかね、ああいう人ね。で僕さ、実は手は触れないから大丈夫。遠目で見てて、こすってますんで大丈夫よ。うん、触ることないで大丈夫。行動を崩さないで大丈夫。じゃあ最後。うん、もう2本目は何だそうなんね。どうもね。まあ僕は人付き合いできないからですね。人付き合いできないんだよ。だいたい付き合って誰見てもバカと思えちゃってね。人付き合いなんだよな、僕はな。人付き合いができないからね。どうも、あ、今日はね、休みだから早いね。ネットさんどうもね、今日は休みなんでね、祝日ってこともあって、早いんですね。まあ、そういう会じゃないから、町内会って、そういうもんじゃないからね。うん、そういうもんじゃないんで。ああ、もう10時か。まあ、休みは嬉しいな、のんびりできる。昨日はただ、まだこの連中いい感じだよな、やっぱりね。昨日は年間だった。川の量も登ったし、ね。量のぶりしていい感じだ。明日はキャンプだぞ、明日からは。うん、で、4日は一般参加。思うとこね。5月4日はね、新天皇の一般、初お目見えだからね。5月4日、一般参加。多分混むと思うよ、あれ。うん、一般参加。見ないと思えば別に興味そう興味ないんで僕はね。うん、初勝負、うん、そうね、うん、まあいいやね。まあいいね。じゃあハイボール。これ今日これで終わろうでしょうね。ああ、いいね。おお、いいかげんやね。さて、最後、あれ、ご飯行こう、ご飯行こう、鮭のご飯、さっき見せた。鮭のアラを炊き込んだ炊き込みご飯で締めようかな、ね。もう炊けてるんでね。そう、ごめん、そう、その通り。その通り、ごまかしながら生きてますよ、うん。一つずつはできないが、寂しいのごまかしながら生きてます。そう。まあ、まあ、それはそれお互い様ってことで、そう。うん。それでいいんですよ。うん。うまいこと言うね、ありがとうね、ほんと。
豚汁さん、その通りよ。うん、人付き合いできないから寂しいのはね、それでごまかして生きてます。風俗は行かないよ。うん、大丈夫よ。うん、僕はね、勝ち子さんは人付き合いできないから寂しいのをそれで ごまかして生きてるんです。でも、うん、どうせいつか死ぬと思えばね、それでいいんですよね。もうとっくに炊けてますよ、とっくに炊けてます。いいね、これただのゲップどもね。いいよ、別に一切れ。うん。何回でも47まで生きてくれたから。あ、乾杯。お見合いはしないよ、みよ。お見合いしない。僕は恋愛をしたいから。恋愛感情を大事にしたいんでね。うん、お見合いするぐらいだったら。まだあんまり痛くないけどさ。お見合いするぐらいだったら、ソープロンド行くようだ。お見合いしたってさ、実際、思ったと接触できるか分かんないもんね、実際。実際そうでしょ？お見合いするぐらいだったら、ソープランド行く。ソープランド行って、可愛い子にサービスしてもらうよ。これは僕の考えです。そう、こんな考えだよ、こんな考えだ。うん。ノックさんフェイスで行くよ。真空でもね、うん。じゃあ、真空歌おうか、真空。そんなわけで、じゃあ、真空歌ってみよう、この2曲目。今日はもう真空。真空歌詞。秋の歌だ。秋の 6枚目かな、私これね。行ってみようか。真空いきます。秋のちゃんの6枚目のシングル。私からさよならしなければこの恋は終わらないのね。ずるい人大人のやり方ね。ため息一つまたはなかける。ときめきが心に目隠しする。これ以上進んだら自信がないわ。戻りたい、戻れない。気持ち裏腹。戸惑いはもう愛ね。そろそろ禁句。遊びならまだましよ。救われるから。他の人愛せればいいのだけれど、それはちょっとできない。そうだね。わけもなく敷かれてた限りさえ、今なら意味もわかるわ。このあたりで潮時とあなたは思っているはず。横顔違う。謎めいた微笑み、惑わされて振り向けば帰り道。黄昏の中、平凡な愛でいい。心裏腹、危なげなあなたしかもう愛せない。唇で塞がれた胸がつぶやく。私からさよならを言わせるつもり。それはちょっとできない。そうだね。戻りたい、戻れない。気持ち裏腹。戸惑いはもう愛ね。そろそろ禁句。遊びならまだマシよ。救われるから。他の人愛せればいいのだけれど、それはちょっとできない。そうだね。はい、この歌はね、中森明菜、のね、6枚目のシングル。シンクでした。僕が初めて買ったレコードね。同時に買ったのが細川たかしさんの野人用雑誌。これちょっとした
知識よ。秋野の禁句と細川たかしさんのやぎりの出し、ほぼ同時期に発売だからね。どうか。どうでもいい知識。そうよ。細川たかしさんのやぎりの出しと秋野の禁句はね、ほんと同じ頃発売しました。じゃあ、締めのご飯持ってこうか、締めのご飯持ってくんで。鮭の炊き込みご飯持ってきます。いいかな、この辺でね、鮭の炊き込みご飯。じゃあ、この辺で、いいかな、持ってくんで。じゃあ、炊き込みご飯いきます。今日、いちごご飯で。こんにちは。じゃあ、このご飯に盛ろうか、これ。もういいかい、これご飯に盛ろう。おつなぎ盛ろう。いや、これ、いちごのご飯に、お米に、切り身を入れて。これね。でも、骨はそんなない、こんなことでいいかな。骨は。で、これ。これを混ぜて。おお、いい感じだ。1.5のだからね、こう。ああ、いい香りだ、鮭の。鮭の。いいね。この辺でどうもね、できたよ。そうね。鮭ぶ、そう、塩鮭ぶっこんだだけだけど、いい感じにできましたよ。
1号だからさ、1号のお米にさ、あれ一箱入れたんで、まあそれなりの傘になります。たっぷり。こんな感じで、おいくんだ。いただきます。あ、ちょうど、塩分ちょうどいいじゃん。塩分ちょうどいい。うん。暑いよ、暑い、ちょうどいいよ、写真。今、まっすぐはダメだけどさ、これ斜めはいいんですよ、斜めはね。うん、大丈夫よ。うん、うまい。まあ。白米だけじゃない、ちょっとよく見ると鮭もあります。見えかな、ね、これ美味しい。お米は1合ね、これね。ほら、こんな感じ。いいね、いい感じね。こんな感じね。これでも十分うまいからね、大丈夫。これ最後だ。はい、乾杯。最後のハイボール。はい、乾杯。そうね。本当だね。うん。あ、酔ったよ。口元ね。ありがとうね。うん、で、これ結構、作業は切りましょう。塩味がついてから大丈夫よ。うん。これでもうまいよ。うん、うん、うまい。洗い物増えてもいいんですよ、別に。洗えばいいんですから。分かった？洗い物増えてもいいんです。洗えばいいだけ。そんなこともね。みんな忘れてますよ、本当。洗い物増えたっていいんですよ。洗えばいいだけ。そんだけのもんですね。そう、価格がついてどう思いますか？どうも思いませんよ。まあ、伸びたら行くよ、とこやね。そう価格がついてどうも思わねえよ、みたいな。ただの団体でしょ、な。どうも思います。そう。うん。まあ、うめえじゃん、しゃげめし。これで十分だ。うめえよ。
名誉百名誉これあ、名だ落ちちゃった大丈夫あ、百名誉うまいあ、また落ちちゃったやっぱりね、これちょっとスタンドが安定しないだけです。はい、アイボールをします。あと、励み承諾効果。うん。うん。お前も酔っぱれるんだよ。お前もな。うん。うまい。うまい。塩分。塩分ちょうどいいや。昭和の詩だからね。うん、ほぐしてます、ちゃんと。ほぐして食べてますよ。まあ。焼き魚をほぐした方がうまいのは当たり前ね、分かった？そんなもん、誰もみんな知ってるからね、そんなこと分かってます、うん、まあ。
美味しくいただきました。うまかった、うまかったね。じゃこの野郎はおやすみなさいね。じゃあ俺ね、またね。じゃあまた会いましょう。じゃあこの辺で。おやすみなさい。いただきました。いただきました。じゃあライブ配信この辺で。いや、この辺で終わるね。ではまたね。